伊豆の国市で米を作るために田んぼに放ったアイガモのヒナ11羽が盗まれたとみられる被害がありました。ヒナを放ってからわずか半日も経たない間の犯行とみられ、生産者は怒りをあらわにしています。まあ、誰かが卵で救って、これがそうですけど、逃げた足跡ですよね。これが捕まえた足跡、茶色の点々があるでしょ。多分2メーターぐらいの卵で捕まえて、ここでまあ袋か、コンテナか分かんないですけど、そこにまあ入れようとした。伊豆の国市に広がるアイガモ農法で育てる米の田んぼです。行って行って行けないね。アイガモのヒナに害虫や雑草を食べさせることで無農薬で米を育てていますが、田んぼから11羽のヒナが突然消えました。浅香さんによると、今月5日の午前中に13羽のヒナを放ちましたが、翌日の早朝には2羽になっていました。水田はヒナが逃げないようにおよそ50センチの網で囲われている上、カラス対策の糸も張られているため、管理団体は何者かに盗まれたとみています。ちょっとやりきれないっていうか、みんな会員は怒ってます。冗談じゃないよって感じで。この水田では15年以上アイガモ農法を続けていますが、一昨年去年と連続でヒナが盗まれる被害に遭っていて、防犯カメラを設置しようとしていた矢先の出来事でした。米作りへの影響を心配します。2週間3週間かかっちゃいますから、今からじゃあちょっと7月末か8月になっちゃうと、もう稲の生育を考えるとちょっと難しいですよね。管理団体は被害届を出していて、警察が窃盗事件として捜査を進めています。